祝賀会の準備もそろそろ終わるようですね。わー、心美のエネルギーた…ご安心を。全く問題ありません。あなたたちのおかげで。よかった。皆さん、お疲れ様です。本日は祝賀会へようこそ。ついに我々と幕府軍の戦争は終わり、メガリレーの廃止も見届けることができました。稲妻の未来がどうなるのか私には予測できません。しかし私は明日天領奉行と和平交渉を進め、皆さんのご尽力があったからこそこのような困難な戦いに勝つことができました。皆さんには感謝しています。この祝賀会はここにいる全ての方に用意したものです。苦労して勝ち取ったこの勝利をしっかりと楽しみましょう。宴も順調で何の問題も起きなくて本当に良かった。人は楽しい気持ちになると誰かに打ち明けたいという気持ちが高まる傾向にあるようです。私のためにもう少し情報を集めていただいてもよろしいでしょうか。天領奉行とファデュイの結託について未だに決め手となる証拠がありません。明日の交渉で何か起きないか心配なのです。わかった、オイラたちが調査してくるぜ。三五宮様のおかげで渡積島に今の平和がある。最近俺たちにとって一番の出来事といえば、海に出て魚を取れるようになったことかな。戦争をしてた時は海上に戦線がたくさんあったから、近くで小魚やエビを取ることしかできなかった。収穫がほとんどない時もあって、みんな腹を空かせてたよ。子供がそれで泣いているのにどうすることもできなかった。毎晩腹がうめき声を上げ眠ることもできず、そのまま夜が明けたこともある。それが今はようやく少しずつ良くなってきたんだ。聞いたよ、メカジキ2番隊の隊長なんだってな。この戦いに勝つために手を貸してくれて本当にありがとう。さっき取ったばかりのこの魚を君にあげよう。受け取ってくれ。いやいや、気にすんなっていいんだ、君がいなかったら俺たちはまだ腹を空かせてたかもしれない。恩はしっかりと返す、そう三五宮様に教えられてるんだ。わかった、じゃあこれは受け取っておくよ。ありがとな。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。天領奉行と、でも兵士たちがここ最近、あの人なんだかおかしいのよ。はあ、せっかく戦争が終わったんだし、私が知ってる。やっと手がかりを見つけたな。Is he drunk? お前は確か渡積島に戻ってきてたのか。オイラたちが逃げるもんか。どうだか、平和やら安定やら帝国軍にとって一番大…そうだ、お前にまだ帝国軍の兵士…俺に勝ったらお前たちの質問にこ…どうする、やるのか。やっ、チリとなれ。強い。さすが三五宮様が選んだお方、お前にはまだ戦う意志が残っているようだ。もしかしたらお前なら俺たちをメカジキ2番隊の隊長。天領奉行とファデュイの結託は俺たちが流したガセだ。
Why will Tree help with that? ココミがずっと心配してたことなのに、どうしてそんなことするんだ。一歩間違えれば、また天領奉行と戦争になっちゃう。そう。それこそが俺たちの望む結末だ。和平交渉。そんなことばかり考えてたら、渡積島に未来はない。天領奉行が考えを変えないと、誰が保証できる。ライデン将軍が次のメガリレーを発令しないと、誰が保証できるんだ。我々帝国軍に最も必要なの。天領奉行とライデン将軍は信じるに値しない。信じられるのは自分自身。お前もそう思うだろ。それも一理あるけど、あ、そうだぞ。そんなこと言って結局全部憶測じゃないか。 This is opinion, not stated on any facts at all. そういった憶測のせいでガセ情報をでっち上げて、たくさんの人が待ち望んだ平和を壊そうとし、何も知らんくせに俺に説教するな。お前らに何がわかる。戦いに勝つため、俺たちはずっと極限まで戦う意志を貫いてきた。それを今さらもう意味がないだなんて。俺たちに武器を下ろさせ、一般人のように生活しろと言われても、そんなことできるわけないだろ。あいつらの姿が脳裏に焼き付いて離れないんだ。だから俺は絶対に天領奉行とメガリレーを許さない。お前と俺たちは同志ではなかったようだ。このことを三国間に合わない。ぐーい、どうしよう、緊急事態だ。 That's so sad on a day of celebration.とにかくそういうことなんだ。天領奉行とファデュイの結託はそいつらがでっち上げたこと。和平交渉をめちゃくちゃにして戦争を続けるのが目的らしい。そうだったのですね。大丈夫です。ご心配をおかけしてしまいましたね。このことは私のせいでもあります。私がもっと早く光禅が言っていた間に合わない、何を指しているのか、おおよその予想はつきます。和平交渉は明日ですが、双方の自衛はすでに交渉地点に到着し、周囲の安全を確認している状況で、光禅のような主戦派がそれら自衛に紛れて交渉の場を壊そうとしているのでしょう。じゃあどうするんだよ。オイラたちが今からそこに行って。いえ、それでは妥当性に欠けます。第一に、私たちが新しい自衛を連れて中立地帯へ。それに主戦派の兵士たちが早々に計画を実行し、天領奉行の自衛を攻撃して戦争を引き起こしてしまう可能性もあります。何よりこのことに参与している渡積島の兵士の数がわからない以上。なんだか複雑だな。じゃあもう方法はないのか。ご心配なく、ことが起きた以上私が対策を考えます。兵士たちの考えは間違っているとはいえ、全て彼らのせいということではありません。いずれにせよ、彼らの命をどう守るのか、その方法を考えなくては。明日またここで会いましょう。